の時間を頂戴しまして、えー、我々の第1セッションの内容を、えー、総括させていただきたいというふうに思いますで、我々のところでは地震動の特性まあ、断層モデルなども含めてですね、えー、どんなハザードだったのかということから、えー、被害としては建築構造物とそれから土屋構造物、えー、さらには地盤災害の関係のお話を紹介させていただいたわけです で、パネルディスカッションの方では、100年前から今までどういうような技術的な進展があったのかとか、あるいはどんな、モニタリングだとかですね、えー、電算機だとか、そういったものがどんな風に状況を変えてきたんだろうか。で、一方で、この100年間いろいろ考えてみると、我々状況が悪い方向に行ってることもあるので、それもちゃんと考えなきゃいけないと。で、その中では大切なのは、 東日本大震災のあと私たちがこの防災学術連携隊のもとになる組織を作った最大のえ理由でもある研究を効率化しようとするとみんな範囲を狭めて深掘りすするわけですねで。それをやるとその深掘りと深掘りの間に課題が残ってお互いにみんなやっ,てくれるのやってくれるだろうなと思ってるけどなかなかそれがやられてなくってでそこが問題になま が発覚し、それが大きくなってつながって、まあそういうのが東日本大震災でもいっぱい見られたことを考えると、我々は自分たちの技術だとか、知見だとか、そういったものをあんまり過信しちゃいかんぞということです。自然災ての敬意だとか、あるいは謙虚な気持ちを忘れないということが大切だというふうに思います。で、さらには災害の全体像を知ることが非常に重要で、でそのためには過去のいろんな 資料を一生懸命分析することが大切なんですけどでもそこで注意しなきゃいけないのは、えー、その当時様々な記録を例えば人間が残しているんだとするとですねその記録を残した人たちが、えー、認識してない資料は残らないんですね例えば、えー、関東大震災の資料を最近一生懸命いろんな、えー ところで調べたりとかしてるんですけどあれだけ多くの方が亡くなってあれだけ建物が、えー、消失してる中ではですね環境の問題なんかあったに決まってるんですけどそういった記載はほ,ほとんど目にすることができないんですね。だとするとその本当になかったのか認識できなかったからなかったのかっていうようなことに関しても今の知見からきちんとフィードバックして考えなきゃいけないと。 いうようなことも我々に課せられてるんだと思います。で、最後、えー、私の前の時にちょっとご説明しましたけど、大正デモクラシーから一気に第二次世界大戦の終戦まで22年間で日本は駆け抜けるんですが、その時その時はですね、みんな良かれと思ってやったんですよ。例えば、経済的な支援のためにモラトリアムを置いたり、手形を えー、震災手形を出したりでそういったものがね不文書再建化したりしてであるいは強いリーダーシップだとか統率っていうのがやっぱり必要になったわけですよね首都圏の復旧復興にはでもそれが治安維持法だとかいろんなものにつながってでわずか22年で第二次世界大戦につながるでその中身我々やっぱりちゃんと学ぶべきでそういったところからも 今後首都圏あるいは南海トラフ大きな地震が襲ったような際にですね、えー、少し俯瞰して見ててあんまり変な方向に行かないようなことをみんなでやっぱりアラートを出せるようなそういう体制も必要なんじゃないかなというふうに私は感じたしたいです、えー、時間になりましたのでこれで終了させていただきます えっ、ー、とまあ防災のまちづくりということで3点まとめさせていただきたいと思います。1点ですけども、まあ、関東大震災以来途中は防空という形で一瞬言葉をかめながらも、えー、火災に強いまちづくりという取り組みは我々ずっと続けてきたんだろうと。 ただ、この都市計画というのはなかなか大変で、これはあの、楠木先生がお話になられた、あの、既存不適格の問題と一緒ですけど、100年かかってまだ終わらないという、そういうことでございます。ただ、あの、私たちがその復興する中で、終焉部にまた危険な街も作ってしまったという、そういったことも反省をしないといけないのではないかと。 ですから、まあ、この今後、まあ、その気候変動等々でその水害に対して安全な町土地利用規制ということもありますけどやはり町づくりというのはあの大変長い時間がかかるものですし、まあ、1回間違うと大変なことになると。 いうあの竹村先生からあんまりきれいじゃないというふうにそこら辺も直すと言ってもなかなか時間がかかるので我々それぞれの段階で適切なあの意思決定をしないといけないとそれからまだまちづくりという観点で言うと、まあ、2つぐらいあの新たな課題もこの100年の間に生まれていて1つはやはり火災を我々最近経験しなくなりましたのでそれに対する備えの力というのが落ちてきていると。 それからその密集だと言って全部本当に壊しちゃっていいのかということも課題だろうというふうに思います。で二つ目、えー、ボランティア、共助。これはその後の医学と似てたのかなというふうに思います。関東大震災にあったその共というのが戦争で途切れて、ようやく阪神・淡路大震災で復活して、えー、大変重要な課題になっている。 いうことですのでこれはどんどんと今後も重要な課題として取り扱っていく必要があるんだろうというふうなことでございます三点目はデータに基づくその政策決定の重要性みたいなことで実はあの関東大震災の時に全数調査をやったとただそれをどう使ったのかがよくわからないというのも実は大きな課題で我々災害対策それから復旧復興対策をするにあたってデータに基づく政策決定というのをしていく必要が あるんだろうというふうなことでございます。以上です。はい、牧先生どうもありがとうございます。えー、では、えっ、ー、とトモ先生よろしくお願いいたします。はい、それではセッション三えっ、ー、と医療え看護えっ、ー、と救護のセッションでございます。えっ、ー、とまずどうして10万5千人の方が亡くなったのかこれがあのはっきりわかりました。 えーまあ、被服所はあと3万8000人の方が亡くなりましたけれどもその中で実は翌日まで2万人生きていたそこに対して適切な支援が、えー、全く行われずに3日間放置されたということがございました、まあ、その理由としては、えーそのおまあ、軍の駐屯地があの、えっと、東京市の 西側に集中していても、もまた病院もそちらの方に集中していて、ですからその東側の情報が十分伝わってなかった、えー、ということがあるんだろうと。そこに加えて、その流言デマによってそちらの方に力を注いでしまって、十分な支援ができなかったということだと思います。それから病院自体が80%被災をしてしまって、なおかつ医師が100人亡くなっているという、まあ、医療の提供体制も大幅にダウンしていたと。 いうこと。それから病院避難ということが行われましたけど、これは大変な疲弊を招いたということ。まあ、こういったことが組み合わさって10万5千人の方が亡くなったということだというふうに理解いたしました。それから、この関東、阪神大震災で明らかとなった問題点、課題。これは、あの、政府の初期対応、それと情報収集の不備、それから、その支援の調整の不備、 その統合的な、あの、えー、取りまとめる組織のなかった、えー、それから外部の支援が遅れたという、まあこういった課題があったわけではありますけれども、これというのは、あの、今から見ても当然必要な課題だと、重要な課題だというふうに認識されます。えー、しかしながら、この課題が明確にあったにもかかわらず、 えー、この、阪神淡路大震災では、一切この、教訓が生かされていなかった、準備が全くできてなかったということが、分、えー、あの、分かっております。えーでまあ、その後の様々な震災、水害を経て、今申し上げた課題はかなり解決しているんですけども、なぜ、阪神大震災の時にそれがうまく伝わらなかったのか、これは、あの、今日一日を通してお話を聞いていって理解できました。 えっと、このせっかく、関東大震災の教訓があったにもかかわらず、まあ、戦争ということを経て、全てがリセットされてしまって、その後の数十年間の平和が続いて、その平和ぼケの結果なんだということがよくわかりました。いずれにいたしましても、この医療、その、えー、救護の観点からの、この関東大震災における教訓というのは、今後も、 え、しっかりと継承していく必要があるというふうに認識しております。以上でございます。あ、大友先生、どうもありがとうございます。<laughs> えっと、最後に、えっと、じゃ、山本先生、よろしくお願いします。はい。はい。 えー、第4セッションについて、えー、と災害と情報社会についてまとめさせていただきますまずあの災害対策のための、えー、異なる学問分野の連携ということで、えー、まずは重要かと思いますで災害自体に関する学問分野と科学技術私たちどもの,あの情報通信技術との連携そういったこととかあとあの第1セッションから第3セッションというのは科学,、えー、学問分野との連携ただ研究成果を相互に知り合う機会が あるとといいいのかなとも思いますで防災学術連携で私、幹事もさせていただいておりますので、例えば今までのシンポジウムとか、フォーラム等の動画は全て YouTube とかで公開されておりますし、ウェブ研究会なんかもございます、そういったものをですね見ながら、相互にですねお互いのやっていることなんかを知り合うような機会があるといいのかなとも思いました。でで多様な学問分野ののの研究成果の災害対策での社会実装化 で災害の種類とか地域の実情を考慮する必要があると思いますただです、ねえー、最新の科学技術がそのまますぐに一般に普及して利用できるとは限らないので注意が必要ということで社会的重要性の問題はやっぱりどうしてもついて回ると思いますで科学技術の社会実装化とか広く利活用いろんな人がです、ねえー、使うことで,です、ね、改善、進化する可能性もございます。 で最後に、えー、科学技術リテラシー、情報通信技術リテラシー、災害リテラシーということで、えー、多様なです、ね、科学技術の本質を理解して、賢く利活用するとで、各科学技術の対応可能な範囲とか限界にもあります、でそういったことにも注意する必要があるとで、科学技術を万能なわけではなく、いつも正しいと思ってはいけないこと。 こういったことでもです、ねえー、防災学術連携隊ではです、ね、YouTube の動画で、えー、防災科学の基礎講座というのをやっております。でそういったものをです、ね、見て一般の方々用でもございますので、えー、こういったあのリテラシーについてもご検討いただけたらと思います。 大変お待たせいたしました、えー、ただいまご紹介いただきました早稲田の森本でございます、えー、と代表幹事ということで,で、ね、総括コメントを、えー、させていただきます、えー、もとよりです、ね、今日の、えー、と全ての発表をです、ね、わずか5分で全て総括するのはもともと無理なあの役割でございますので、まあ、その辺を少しです、ねえー、割り引いて考えていただければというふうに思っております 最初、竹村先生からですね、えっと、大変、あの、貴重なお話をいただきました。まあ、私が一番、あの、気になったというか、一番心に残ったのがですね、品格のある街という言葉でございまして、で、当時やっぱり品格のある街を作ろうとしたと。で、それができたのにもかかわらず、その後のですね、まあ、戦後の経済優先主義が、えっと、いろんなものを壊していったと。もう一度、我々やっぱり原点に立ち戻るというような、そういうご議論だったかなというふうに思っております。 でこれはその、まあ、関東大震災の起きた時の、えー、ときの話でございまして、まあえー、と帝都復興計画という形で,です、ねまあ、当時、分ですね大きなあの話をしていただいてそれが、えー、と実際にです、ね、現在の社会の基盤となっているという、まあ、それだけはです、ね、間違いない、えー、と事実かなというふうに思っております。 でえー、とその後のですね4つのセッションでございますが、えー、と左側にですね災害発生の連鎖というですね、まあ、あの一般的に言われているものとですね少し対比するような形で今回のセッションが組まれているかなと思っております。まあ、第一セッションで地震、地震動の話、えー、それから第二セッションは都市計画という形どっちらかというと社会的な騒音人々の住まい方、暮らし方と、まあ、こういったものが大きく、えー、と寄与すると。 で、3番目が第3セッションとして、まあ、災害医療に,に注目し、まあ、社会経済システムが起こす、発災後のですね、まあ、混乱や苦難、日的な被害というようなところに着目されたのかなと。で、最後の4第4セッションは、まあ、全体を通してですね、情報や社会と言ってるようなものが、全体に与えた影響というのをですね、ご議論いただいたというふうに理解しました。 で、それぞれのセッションを、えっ、ー、と、振り返るとですね、えっ、ー、と、様々な、えっ、ー、と、観点についてご議論いただいております。もう、この時間内でないで,ですね、すべてご紹介するわけにはい,いきませんが、例えば最初のセッションでは、情報のネットワークの話から、えっ、ー、と、新しい研究開発の話、地区全体でというようなお話もございました。で、 え加えて第二セッションでは、その後の都市づくりについてということで、首都圏直下地震を想定をすると、今後何をすればいいのかと、事前復興というような貴重な、あの、キーワードもいただいたりですね、国の制度や福祉、あるいは、防災対応のリテラシーというような問題もですね、ご指摘をされました。 で、えー、私の専門都市計画でございまして、えー、都市計画の観点から見てもですね、今日はあまり交通の話がされなかったので、最後スライド1、2枚入れておりますが、まあ、今、あの、便利に使っている山手線もですね、環状ではなく、当時はまだ野ののちの運行をしていたものが、まあ、関東大震災を契機にですね、 感情運転化をされたということも事実でございますし今、当たり前のように郊外に住んで都心に向かうというです、ね、こういう交通体系も100年前に関東大震災が契機、ね、になってできたと、まあ、そう考えると今までの我々が住んでいる首都圏、東京というところのです、ねえー、生活の仕方というのがこの100年間です、ねえー、基盤となってできてきたというのが理解できるかなと思っております。 でえー、3番目の視点として災害医療ということで、えー、自助や共助の話や街、えー、の減災なすと初めての私の言葉だったんですけれどもいろいろ勉強させていただきましたで、えー、最後は情報通信技術ということでございます、まあ、ここでもです、ね、たくさんの技術の最先端のお話もしていただきました、まあ、最後に、えー、と山本先生もおまとめになられたようにです、ねまあ、こういう技術をどう活用するのかというのがです、ね、大きな課題であるということでございます えーとこれが最後の,の、えー、とスライドでございます、えー、今日の議論をいくつかのキーワードで、えー、と整理をすると一つは先見性とか理想というような話それから二つ目が、まあ、多様性とか双方を支援しましょうというようなお話そして、えー、と欠かせないのがやっぱ地域との連携、共同自助・共助であったり地域全体で取り組むという話そして、えー、最後の最新技術をどうやって活用するかと100年前になかった技術をどうやって活用しながらですね まちづくりや地域づくり、社会づくりをとするのかというのがですね、今後の課題になるというふうに理解いたしました。すみません、あの総括コメントとしてもですね、少し不十分な点はあるかもしれませんが、まあ今後ですね、とこういった議論を続けていきながらですね、より深い連携が進んでいけばいいなというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。はい。東日本大震災を受けて。 大反省のもとこの連携体のもとになるものも目黒先生や大西先生皆さんの応援米田先生応援があって始めてきたんですけどもう関東大震災100年ということで今日の企画本当にに勉強になりましたま。まず日本学術会議の係の方それから防再学術連携体の今日いろいろ司会してくださった方素晴らしい講演をされた先生方 だから今日ここに集まっていただいた方ネットに参加していただいた皆さんに感謝いたします今日あったように星野先生からまだアンエクスペクティタなものにあの準備しなさいってその通りだと思うんですけどまだ何かあるか分かりませんしその対策に対して皆さんの応援防災学術連携隊への応援をよろしくお願いしますの先生の紹介 された preparing the unforeseen expected というのと全く同じなんですけどシステムとか社会社会っていうのは設計者や賢い人が考えたようには実際に動かないので必ず災害と起きてしまうんですねこの前のタイタンもそうですよね海の底で潰れちゃったり原子力の専門家 電気の専門家が非常用発電機を地下に置いてたとか、えーまあ、例えば私たちの分野で今日も関東大震災の時に病院の近くに火が近寄ってきてから <laughs> 逃げて逃げまとってあっちの病院行ってこっちの病院行って大変だとおっしゃってたんですけど建築の対,対価っていうのは建物の中に火種を置いてで何時間もやっても建物は崩れませんってやってるんですね。 で周りから火が襲ってきた時に耐えられるようになんか全然作ってないんです。それでこんな過密な都市を作ってていいのかって私としては一番の反省は外がボーボー燃えても大丈夫な建築作っとけば病院は逃げなくていいんですよね。ともかく思ったように行きませんから頑張ってください。